まだ QT はガンをガンをすら取ることができません。キャンディーオークスはもう残り数試合悔いの残らないように戦っていきたいと言っています。今までしてもらったことその全てゴーンをいつもは返すことができないので試合の上で返していきたいとそう語っていました。さあようやくガンを脱ぐチャンスができました。キューティー鈴木です。いや小鉄さん目いっぱいですね。そうですね、まあ、正直言ってキャンディーオークスですね、これだけできるんですからねもったいないって気がするんですけどね。そうですね、まあ、いつものように例によって腰にはコルセットが巻かれているんですがキャンディーオークス腰がどうにも思うようにならなくなりましたということでまだまだ22歳という若さながらこのプロレスから去っていきます。キャンディーオークス胸いっぱいのファイナルランニング、あーっとそのファイナルランニングも試合を重ねることによりましてこの試合が10試合目ということになります。 DDT さあ両足を取りました。キューティーの両足を取ります。そしてボストンクラブです。まあ JWP になってから初めてのキャンディーが新人なんですよね。そうですね、それがここまで大きくなったんですが先輩よりも早く辞めていきます。まあ今日はキューティーが語るところによるとその奥津にとって今日の試合は本当にいい試合だったと思い出に残るようなそんな試合にするよう頑張りたいと先輩らしいコメントを出しています。キューティー鈴木、キューティーのデビューが1986年でキャンディーが92年ですから6年の違いなんですね。しかし奥津はですね、抜群なレスリングセンスを持ってますからね、はい、まあ、本当に惜しまれる引退ではありますがそのもう本当に残念という思いをファンの皆さんに目いっぱい抱かしてできることならもうやめていってほしいとそんな感じです。本当にそうですよね、もう去ることはもうしょうがないんですから、はい、本当に残念だ残念だという声を高めておいて引退することがもう本人にできる最大のね、そうですね、方でしょうからね、はい、先輩に対して思い切りのいいソンピングを持っていきます。キャンディーオークスワウワウスペシャルマッチ、キャンディーオークス対キューティー鈴木、キャンディーオークスのファイナルランニング数えること第10弾になっています。ベースクラッシャー、おーっとようやくキューティーの方にも踏ん切りといいますか炎がその闘志の片鱗として現れるような感じになりました。その表情からそれが伺えます。キャンディー奥津は155センチという非常に小柄ではありますがこれだけのパワーそれから飛ぶ力を持っています。おっとダイビングニー、ダイビングニーを持っていきます。後ろからスリーパー、キャンディー奥津も、まあ、前回のワウワウの放送でもお伝えしたんですがファイナルランニングが始まっています。その間に6月27日仙台で JWP のタッグ選手権にも挑戦してるんですよね。そうですね、まあ、ボリショイと組んでデビル福岡組チャンピオンチームに挑んだんですがこれは残念ながら、はい、敗れています。まあキャンディーもなんとかベルトへ挑戦したいそういった気持ちをあらわにしましてそれが認められた格好だったんですがタイトル奪取はなりませんでした。左をぐるっと締め上げていきます。さあこのまま落ちてしまうかキューティー鈴木、そこまで持っていくことができますか。これはロープです。抱え上げます。あーとこのままカウントは2です。キューティーはコーナーへ、キャンディーが三角飛びからーとダイブしたんですがボディアタックは失敗。残り何試合何回こういった三角飛びからのボディアタックが見られることでしょうか。カウンターの蹴りを入れといてさあスワンダイブからまたダイブして見せました。ボディアタックです。まあこういうことをできるのもなかなかいません。蹴りを持っていきます。やっぱりキャンディのいいところはこういった飛びですよ ね、 そうですね、重さが加わった飛び、スピード感があります。投げっぱなしのジャーマンスープレックス、あえて投げ捨てました。さあキューティーが煽っておいてニュートラルコーナー、
まだ起き上がることができません。オックス、さあ胸いっぱい思いを乗せて飛びました。連続2位か、2位か、膝を落としていきました。あ、かわしています。かわしたんですね。かわしましたね。キャンディーはかわすことができました。あ、ここで何を話すんでしょうか。ジャーマンか、バックローター、ジャーマンスープレックスをゴツンという音がしました。そっちも行くぞ。さあもう一発、今度は南側に連れてきます。放送席の目の前です。さあ後ろを取りました。ガチに耐えてジャーマンスープレックス、またゴツンという音です。今あるいはマットから外れていたかもしれません。いや山本さん、これはっきり言ってかなりきつい仕打ちですね。そうですね。さあもう一発いくのか。さあもう一回いきます。3つもらってしまいました。キューティー鈴木、キャンディーは引き起こします。地方にやってるんですね。地方にやることですね、これね。今度は北側です。いやもうキューティーもこれもうついていくのがやっとという感じになっています。さあこれもやるか、キャンディーを防ぐ。あーっと四方にやってみせました。東西南北のジャーマンスープレックスホールド。いやこれもしかしたら小手さん、はい、キューティー起き上がってこれないかもしれませんね。かなりのダメージですよこれ。はい、よろめき、あーぐらついています。おーっとこのままこのまま決めてしまおうというブランチャーです。三角跳びブランチャー、これがあるいはフィニッシュになるかもしれません。いや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 、キャンディーはキューティーを上げます。あくまでもリング内で決めようというキャンディーオクツ。さあ決めるぞという声を飛ばしましてキャンディーオクツファイナルランニング10勝利飾れるか。ロコモーションジャーマンだ。もう一発いきます。非常に元気のいいキャンディーオクツ、本当に腰が痛いのか。もう一回いきます。さあこれは決まるのか。キューティーだ、危ない危ない。キューティー鈴木、最後はこのキャンディーオクスに大金星を与えるところがまで行きました。コーナーです。トップからミッドカード受け取った、受け止めました。逆エビです。そのまま逆エビ、これは腰が痛い、腰が痛い。キャンディーオクス、そして今度は逆肩エビ、肩エビにこうしていきます。腰が痛い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 、攻め込んでいきます。キャンディー、キャンディーがようやく届きました。キャンディーがようやく届きました。いやー小鉄さんはあっという間に形勢ひっくり返りましたね。それで奥さん頑張りますね。ずっとあそこでギブアップなんですよ。はいはいはい、もう無理しちゃいけないっていうね、心の格闘もあったと思うんですけどね、それをね愛でギブアップしたいでしょ。まだまだ私にはできるんだっていうね、自分に言い聞かせてるんでしょうね、きっとね。そうでしょうね、はい、おそらくダブルフットスタンプ、もう一発いきます。これが2発目、これが2発目、3発目。さあ3発いきます。キューティー鈴木、さあもう一発いきます。さあそしてこれで余裕を持って抑え込みました。いやいやまだです。もう目いっぱいの贈り物をしてやめていただこうという先輩のキューティー鈴木、今の3発はさじめお中元といったところでしょう。さあ今度は赤コーナーからどんなプレゼントが飛び出しますか。ちょっと距離がありますが、おそらく膝を飛ばすんではないでしょうか。あ、いやいやいや、キャンディーが、キャンディーが行きました。最後の力を後ろに持ってノーダンライブ、きついお中元返しが来ました。キューティーもこれを返します。手元の時計で13分になろうというところです。キャンディーオクス、さあこの区切りファイナルランニング10を、しかもキューティーから白星を奪うことができますか。これはどんなに
もう望んでも望みきれない、こんな大きな白星を絶対取ることはできません。垂直落下、白くレンバスター、もう一回という声が飛びます。キャンディーももうこれ最後の力を振り絞ります。さあコーナーに近づいてきました、ブレンバスターか、いやこれはコーナーの上に上げる、これは除去のようです。さあどうするんだ、おブレンバスターか、いやブレンバスターうまく掴み損ないました、2-2にダイブしました。円錐というよりも2ですね、はい、綺麗に入りました。円錐2がどの辺に入りました、首筋の首筋ですか、はい、あーっと宇都は目だったんですけれども、よく返しました。両者かなりのダメージを受けています。キューティーの場外乱闘、四方へ向かってのジャーマンスープレックスから始まりました、より過激になってきています。その後キャンゲーキャンディー形勢逆転されています。おーこの辺のパワーは、この辺のパワーはキャンディーのが一番上だったようです。たまに来ました、あー余裕があります。まだこの辺はキューティー鈴木、さすが6年先輩、なかなかあの6年というと大きな差なんですよね、この世界でね、はい、プロフェッショナルは、はい、それだけ多くの試合を重ねていることになります。試合の駆け引き、あるいは緩急、そういったものすべて、まあ試合運びの点では鈴木のが上でしょうからね、キューティーがね、はい、そうですね、あのこの商売ね、1週間でもね、先輩ですね、その1週間は、負けるもんかっていう気持ちになってしまった、そうですね。ローリングソバットは空振り、バックだった、そのままドラゴンだ、ドラゴン戦略ソード、これ決まりか、キューティーは18番、ドラゴンでは決まりませんでした。1週間どころか6年も先輩です、キューティー鈴木、その差を見せつけて、おそらく勝利を飾ることでしょう。キャンディーを筒への鼻向けとすることでしょうけれども、キャンディー自爆が、さあキャンディーが隙を見せた、キューティーの膝が容赦なく相手の首筋を狙いました。さあここからです、キューティー鈴木爪に入ったようです。お口に声援が飛びます。ドラゴンスープレックスホールド、鮮やかに決まったようです。最後は18番、キューティー鈴木、腕いっぱいの思いを込めてキャンディーを口にドラゴンスープレックスホールド。しかしこの苦痛の中、表情にも満足感が伺えます。キャンディーを口、ああキューティーが、キューティーのが心配そうに覗き込みます。これはかなり両者だいぶダメージが大きかった試合ですね、うん、そうですね、まあ、それなりのいい試合だったよね、そういう感じがします。そうですね。